今日はかけそばを作りたいと思います。かけそばって夜行バスで大阪に行った早朝にねよく食べてたんですけどね、夜行バスなんか結構しんどいみたいなよく言うやん。俺好きやねんな夜行バス、なんか全然しんどないのよね別に。夜行バスってなんか楽しいよね。またね機会やったら夜行バス乗るために大阪行きたいですね。用意するものこちらですね。そば、あれ2割引きないのこれ、ちょっと今知ったわこれ。すいません俺値段見ずに買っちゃうからそう2割引きやったんや、なんか嬉しいね、なんかスーパーに貢献できた気がして嬉しいです。これね用意してください。そばってほんまに体によくて美容効果がねえぐいって女性の友達が言ってたんですけど、そう誰やったっけな、誰なんか女性の友達言ってました。そうまた忘れてるやんみたいになるか、でもその誰やあんま良くないな言ってました、でも確実に言ってました、はい、じゃあこれを湯がいていきます。これも水が入っておりますので、このまま、温度を上昇させていきます。沸騰するまで時間あるんで隙間時間有効活用しましてですね、書籍の方この時間読みたいと思います。マギーキッチンサイエンスね、プロの料理人から家庭のお母さんまで全ての人に送る食のバイブル、まあ僕はこっちの部類に当てはまりますけどちょっと読んでいきたいと思います。そばとかあんのかな、そば、なるほど、そばのこと書いてましたね。そばっていうのは冷たい汁や熱い汁につけて食べるっていうのがいいらしいです勉強なるわホワイトスープストックこれをね、入れます。そばつゆでもいいんですけど今回あえてうどんのスープにしてます。オッケーやね。じゃあちょっと食べますいただきまーす。うん。いや、これベリーうまーば。いや、めちゃくちゃうまいね。これやっぱ立ち食いやからうまいかな。うん。うまい、うまこれほんま青山テルーマのそばにいるねやねうまばボーイ私はここにいるの何も言わずに埋まってるよいやー確実にうん、やばもう行かなあかんわ。やばい。ちょっとギリギリ遅れるな。これちょっとじゃあ行きます。もしもし。はいはい。え、それアジェンダどうなってるの？一周間違ってやん。